多くの男性の悩みの種である薄毛。実はその歴史は古く、旧約聖書にも薄毛に苦悩する男性が描かれています。まさに薄毛は時代や人種を問わず人類共通の克服するべき命題となってきたのです。そんな命題を解決する日が今刻々と近づいています。薄毛を克服する新技術がここ日本から次々と発表され、世界の注目を集めているのです。髪の毛を作る組織を移植することによって失われた毛髪をもう一回よみがえらせようと。ところで私たち人はなぜ薄毛になるのでしょうか。そもそも生物の毛がなくなるということは何を意味するのでしょうか。毛がなくなるっていうその瞬間が人間誕生の一番の大元。薄毛に関する最先端の再生医療や遺伝学、そして歴史まで、科学の視点から薄毛に迫ります。青森県鶴田町にあるユニークな会があります。その名も鶴田励ます会。薄毛になったら楽しく明るくをモットーに設立されたそうです。鶴田励ます会はハゲ頭が集まった会なんだけども、まあ、ハゲて引け目を感じるんだけども、と逆にハゲをポジティブにで世界を明るくしようと、ハゲ頭で。現在会員数は80名以上。定期的な活動として宴と称する会を年に2回開催しています。この宴では自慢のツルツル頭を使った吸盤綱引きや、誰の頭か当てる名月当てクイズなどが行われており、海外のマスコミが取材に来るほど世界中から注目される会となっています。はい、ハゲーおい、はい、はい、はい、やれ、はい、負けるだ、はい、はい、はい、次、はい、いい勝負だ、いい勝負だ。あっけらかんとまるで薄毛を楽しんでいるように見える会員の方々ですが、薄毛になった当初は引け目を感じていたそうです。おめでとう、どんでやった最初ハゲた時だ、バグルサイだ、引け目感じた。そりゃ感じたじゃんな、感じた、若髪でやったもんだもん。あんたはカツラ用意した。カツラかぶった。何本カツラ100万円の2つで100万円投資したんだ。幹事長は幹事長わカツラかぶ金なかったね。なんだろ、一生懸命横から一生懸命これやったじゃん。やめやすさん、どうやって嫁子をもらったんだか。いやいや、嫁もらったのは伊豆番から順番にわざ結婚してきれ、わざ結婚してきれ、みんな断られて5倍目にあといいってしてきた。あのままハゲてら。多くの男性を悩ませている薄毛、実は長い歴史があります。最古の記録はなんと約3500年前。古代エジプトの書物に犬の肉球、夏目足、ロバのひづめなどを混ぜた薬が薄毛に効果があると記載されています。この薬を塗るのか飲むのかは判明していませんし、効果も謎です。また旧約聖書の中でもエリシャという預言者が子供に薄毛をからかわれたエピソードが描かれており、
薄毛は古代より男性の悩みの種だったことが分かっています。ちなみにエリシャはこの後からかった子供たち42名をクマを使って引き裂いたそうです。さらに約2500年前、近代医学の開祖と呼ばれるヒポクラテスも薄毛に悩み、さまざまな治療を試しました。その結果、薄毛に対し効果的なのは去勢だという結論に至ったそうです。なんとも過激な結論ですが、1995年アメリカのデューク大学で実際に薄毛に対し効果があることが科学的に証明されました。薄毛の研究は紀元前から続き、そのメカニズムを解明し克服することはまさに人類にとって重要な命題であり続けてきました。ところで、なぜ男性の多くは薄毛になるのでしょうか。薄毛をターゲットに研究をしている横浜国立大学の福田淳二さんにそのメカニズムを尋ねてみました。脱毛症というのは加齢であったり食事であったりストレスであったり、そういったのが原因になって、主に頭部の毛髪の本数が少なくなっていってしまう。特にいわゆる男性型脱毛症と呼ばれる AGA と呼ばれる病気では、そのヘアサイクルが短くなってしまって、髪の毛は十分に育つ前に抜け落ちてしまう。それがどんどんと繰り返されていくと、毛包組織自体がどんどん小さくなっていって、最後は脱落してしまう。髪の毛は通常平均して4年から6年で生え変わるサイクルを持っています。この周期に満たないタイミングで毛髪が抜け続けると、髪の毛を作る毛包組織自体が徐々に小さくなっていきます。これが男性の薄毛、いわゆる AGA のメカニズムです。ところで、よく目にする薄毛の方は頭頂部付近だけが薄くなっていませんか。なぜ薄毛になりやすい部分とそうでない部分があるのでしょうか。一つは男性ホルモンが分泌している濃度が高いか低いか、それからその男性型ホルモンの信号を受け取る方の細胞が感度が高いか低いか、その分布のバランスによって前の方が主に脱毛しやすくて、後頭部の方は脱毛が起こりにくいと。薄毛と一括りに言っても、その形は十人十色、そしてそれぞれのパターンにも科学的な理由があったのです。ここである疑問が浮かびます。人以外の動物の多くは体毛に覆われ毛むくじゃら、人の近縁である猿でさえも薄毛になっている動物はなかなか見当たりませんよね。しかし私たち人は他の生物に見られないほど薄毛になりやすい動物です。さらに手や足には産毛程度の毛しか生えていません。なぜ私たち人は他の動物に比べ極端に毛が少ないのでしょうか。そんな謎を知るため向かったのは岡山県にある就実大学。ここで人の毛と進化の関係を研究している須藤静代さんは、人は毛を失ったからこそ二足歩行を始めたという仮説を唱えています。猿と人間の差っていうのは、毛がないということは要するに赤ん坊を手で抱けるかどうかっていうことが一番基本的な差だな。子供を両手で抱いたらもう直立するほかないんですよね。一番根本に毛がないっていうそういう変異があって、
でその後どん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 時間が経ってきて二足歩行になって、で人間の大きな特徴が出てきた。だからその毛がなくなる瞬間が人間誕生の一番の大元。人が二足歩行を始めた理由には諸説あります。しかしどの説も決定的な証拠は見つかっておらず、論争が続いています。須藤さんはそれらの説を覆すような新たな仮説を提唱しました。その仮説を人形を使って説明します。人類の祖先は子供を自らの毛につかまらせて移動していた。しかし染色体の欠損によって偶然体毛を失ってしまった人類は子供を連れたまま移動できなくなった。よって自らの手で子供を抱き移動した。それこそ人が二足歩行を始めたきっかけなのではないかというのが無毛変異説という仮説です。この説を裏付けるかのように、人以外の霊長類の赤ちゃんは皆確かに親の毛をつかみ移動しています。なんで人は二足歩行になったのか、体温を逃すためだとか、いろんな餌を運ぶためだとか、なんとかのためだっていう、そういう合目的的な思考をしてはダメなんですよね。進化にはこういう目的のために進化してますっていう、その目的ではないんです。そもそも無毛変異の説もこれも仮説であって証拠があるわけじゃないですから。だから仮説は仮説としてこういう考えがありますけども、人間の特徴全部説明できますから面白いんじゃないですかっていう、まあ私はそういう提案をしている。遥か昔から人類の悩みの種となり続けてきた薄毛。しかしそもそも私たちは毛を失うことで人となり得たのかもしれません。そんなこと言ってもやはり髪の毛を増やしたい生やしたいという方もいらっしゃいますよね。今そんな願いに応える最先端の薄毛研究が進められています。どうも、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 なんだ今日みんな集まっちゃって、これなんの集まりだよ。はい、解散。解散したよ。まだ解散しないから、ネタを見る回ですから、みんなまだ解散しない。帽子取って実はハゲてまして、テイザピーっつって、サバ缶安いな、まあ、安い人間だな、かましいわ。お笑いコンビハイハイの岩崎さんは薄毛に悩めるお一人です。そして自身の薄毛になったきっかけを父親からの遺伝に違いないと考えています。僕遺伝なんですけど、ショートカットですよね。ショートすぎるでしょ。ショートカットなんで、岩崎さん、ショート。違う、ハゲですよ。ゼロ十分けですか、ね。分けてないよ、どこも。そうですか。どこも分けてない。じゃあ、これ遺伝なんですけど、うちの家系って特にそのハゲの遺伝が強くてですね。だからこう永久にハゲてく、ハゲ家系。薄毛は遺伝するから仕方がない、諦めるしかないと思っている方多いのではないでしょうか。それって本当なのでしょうか。東京大学で遺伝子の研究をしている小林武彦さんに尋ねてみました。経験則としては薄毛っていうのは遺伝するのかなっていうふうに思っている人は多いと思います。でもね、実はね、これが薄毛に関わる遺伝子だっていうのはまだこう見つかってないんですよ。なんと最先端の遺伝学の分野でも薄毛が遺伝する証拠は見つかっていないとのこと。さらに小林さんは薄毛になる最大の要因は遺伝ではないと考えています。だから薄毛の最大の要因はやはり老化ですよ。年を取ると皆さん、まあ、速度に差はあってもやはりだんだん薄毛になっていく。それは多分誰も否定しないこと。薄毛の最大の要因である老化。
もしもこの老化現象の仕組みを解き明かすことができれば、薄毛を防ぐ手立てが見つかるかもしれません。そんな中、小林さんは酵母菌を使った実験から老化現象の謎を解くあるヒントを得ることができました。そのヒントとは、サーチュインと呼ばれる特定の遺伝子でした。ゲノムっていうのは、まあ、DNA という物質でできていて、その全部均一に安定というか丈夫なわけではなくて、壊れやすいところがあるんですよ。そういうところがそのサーチュイン遺伝子によって壊れにくく保護されているというわけなんですね。でね、ちょっと難しいので例え話をさせていただくと、お弁当あるでしょ。でお弁当の中のおかずがいっぱいありますよね。でそのおかずっていうのは一様に腐りやすいわけではなくて、例えばすごく腐りやすいお刺身なんかもあるし、なかなか腐らない漬物みたいなのもありますよね。でサーチュインっていうのは刺身を保護するところなんですよ。つまり腐りやすいやつを腐りにくくするから、お弁当そのものの賞味期限が伸びるということです。老化が進まないというような機能をサーチュインがしているわけです。小林さんはサーチュイン遺伝子を使い、世界で初めて酵母菌の寿命を自由に変化させることに成功しました。サーチュインをですね、活性を上げていると寿命が約 30% 伸びます。逆にサーチュインを壊したり量を減らしてやると寿命が半分ぐらいまで短くなります。他のところは全く正常、寿命だけが変わるんですよ。で同じようなサーチュイン遺伝子っていうのは人にもあります。で人ではまあ実験ができないのでわからないんですけども、マウスを使った実験ではサーチュインを活性化するとやはり酵母と同じように寿命が伸びることが報告されています。そしてこのサーチュイン遺伝子の研究は今後薄毛を克服することにつながっていくと期待されています。老化が薄毛の最大の原因ですから、寿命がまあ多少なりとも伸びる、あるいは老化の速度が多少なりとも遅くなると、まあ薄毛が改善されたりするような可能性は非常に高いですよね。鶴田ハゲマス会の会員である小関優さん、青森県鶴田町の町会議員も務めています。実はこの日は鶴田町のお祭りでしたが、あいにくの雨。小関さんはフィナーレに予定している花火大会を開催できるか心配していました。さっき今日花火できるんだかどんだか心配だな。ちょっと聞いてみます。あ、もしもし、花火大会さ、どうなる感じ？花火を上げられるかどうかは後ほど紹介するとして、ちょっと意地悪な質問をしてみました。私ですか？私は別にもういいですよ。そこまでやりたいとかは思わなくて、もう励ます会に入ってしまったし、できれば逆に潔くツルツルになる方を目指して頑張っていきます。と言っても薄毛を克服することは人類の長年の願いでもあります。その願いが叶う日は遠いのでしょうか。実は最近、薄毛の解決に向けて大きな進展をもたらす研究発表がありました。横浜国立大学の福田さんたち研究グループが、なんとこれまで難問とされてきた毛の元になる組織の大量培養に成功したというのです。まあ、髪の毛の移植の組織を大量に作り出すということがなかなか難しかったと。でその部分の課題を解決するために、私たちが独自に作ったアレーチープという培養器、その一つ一つのくぼみの中で移植用組織である毛包原器が大量に作られると、そういう現象を発見いたしました。これまでの研究で頭頂部以外の毛から毛の元になる毛包原器を培養することには成功していました。
しかし毛包元気の培養には非常に繊細な作業が必要になり、薄毛の部分を覆うほどの数を培養することは難しいとされてきました。ところが福田さんたち研究グループは特殊な培養器を製作することで毛包元気を大量培養させることに成功したのです。特殊な培養器を製作した影山達人さんは、成功のポイントとなったのはなんと酸素の存在だったと言います。通常のものですと、培養器の底面というのは、プラスチックやアクリルのような素材になっておりまして、酸素供給というのは、培養器の上側からしか、供給できないんですけれども、この培養器ですと底面にすごい微小な、穴が開いてまして、酸素透過性がすごい高いような培養器でして、細胞の上側からのみならず、下からも酸素を透過することができるわけですね。これによって、細胞が、より呼吸がしやすくなる環境が作れていることによって、自然と毛包元気が形成されるという現象を、我々が発見しまして、一度に5000個の毛包元気を作成することができたと。毛包元気を移植したマウスが、今ありますので見に行きましょうか。そしてすでにマウスを使った実験では毛を生やすことに成功しているとのこと。せっかくなので見せてもらいました。ここに黒い点がのような部分が生えてると思うんで、ここが毛包元気を移植して生えてきた毛髪になりますね。確かに毛包元気を移植した部分から毛が生えていることが確認できます。人の細胞でもこの技術も、適用できるのではないかなとは思ってはいるんですけれども、もちろんそれを実現するためには、その人の細胞を実際に培養してみて、で、まずはそれを免疫のないようなマウスに移植して髪の毛の再生が見られるか、それが、きちんと確かめられて、さらに安全性も、確かめられれば人の臨床試験に移っていくのかなっていうのは考えています。薄毛を克服するというはるか昔から続く人類共通の夢が、今ここ日本で叶う日が近づいているようです。大雨警報が出るほど雨足が強くなった鶴田励ます会の小関さんも心配していた鶴田町のお祭り。このまま降り続くのかと思った矢先、なんと先ほどまでの曇天が嘘のように消え、晴れ間が現れました。すごい、ちょうど晴れてきた。そしてお祭りのフィナーレに花火大会が無事開催されることになりました。本当に晴れてくれて嬉しいですね。やっぱり励ます会の鶴田といえば、励ます会のハゲパワーで太陽がピカピカと輝いて、花火もピカピカと輝いて、あんなに土砂降りだったものがこういう風にして晴れてめちゃくちゃ嬉しいです。小関さんは鶴田町を薄毛の聖地にする夢を語ってくれました。将来的には、世界のハゲの聖地を目指して、駅のところにモニュメントみたいなのを建てて、そこにずらかぶってる人はこうおいで供養して帰って、ありのままの姿で今後生きるみたいなことできればいいんじゃないかなみたいな。
科学の進歩によって髪の毛を蘇らせる技術が完全なものになる日は確実に近づいています。しかしその日が到来した頃には薄毛の方が良いという未来になっているのかもしれませんね。